坂道を登ると、校舎が、出てきました。今映っているのが下郷町立奈良原小学校英富分校ということになります。今から55年前に廃校になった分校になりますね。55年前というとね、かなりの時が経っていますね。はい、前景はこのような校舎になります。木造の平屋建てで、屋根はね、赤いトタンが張られていて、そして壁は色の濃い壁板になります。そしてこの建物の向かい側、南側には校庭があります。校庭にはね、トラックが止まっているので、もしかしたら地元の建設会社さんの置き場になっているのかもしれません。グランド、校庭の隅には鉄棒がありますね。当時は子供たちが元気よく遊んでいた鉄棒になるのかと思います。もうね、錆びてね、ちょっと歪んじゃっていますけども、懐かしいね、子供たちがね、ここで、あ、もう外れ、もうビスが取れちゃってますね、錆びて。鉄棒になります。そしてね、グランドの奥の方には、これもね、昔の学校のグランドには定番なんですけども、タイヤの遊具があります。しっかりとね、草刈りがされているので、今でも地元の方のね、手入れがなされていると思います。はい、今回ね、この下郷町立奈良原小学校英富分校についてはね、視聴者さんが、自分がね、通っていた学校、ぜひね、行ってみてくださいということなので、今回来てみました。集落の、ちょっと外れた丘の上にあるっていう、こうみんなね、子どもたちがこの坂道を登って学校へ通っていたんですね。55年経ってもね、こうして立派に立っているということは、やっぱりこの日本の木造家屋の頑丈さ、丈夫さっていうのが伺い知ることができますね。こちらは校舎でいうと西側になるんですけども、ちょっと崖になっているのでね、この先は行けませんが、アンテナもぶら下がっちゃってますね。そしてこう軒板も所々剥がれています。この壁なんかはね、当時のままだと思うんですけども、まだね、しっかりと残っています。出窓の作りもね、すごい立派な作りですよね。木造の冊子というか木枠、窓枠になっていて、僕は小学校の頃もね、こういう木枠だったので、すごくね、懐かしい感じがします。冬になるとね、雪がこう入ってきて寒いっていうこともあるんですけども、やっぱりこう木造っていうのはね、趣がありますね。こちらは昇降口だと思うんですけども、普通の扉の昇降口、ここは冊子になってますね。窓がね、開いているんでしょうかね。そしてその昇降口の横には
池のような池だったところのような石で積んであるくぼみがあります。この昇降口に子どもたちがね、おはようございますと言って学校へ来て、そして夕方、ね、さよならと言って帰っていったんでしょうかね。その姿がね、思い浮かびますね。ところどころ壁なんか剥がれてしまって、やっぱり50何年という時の流れを感じます。今は建築資材の倉庫に使われているんですかね。こちらの方もね、もう草が生えてしまって、屋根なんかね、ちょっとボロボロになってますけど、そして、ここにはね、立派な碑が立っています。創立100年記念碑、創立100年の記念碑ですね。はい、立派な碑になります。ちょっと裏側を見てみましょう。裏側には学校の絵、遠隔、学校の歴史が刻まれていますね。教育発祥の地、そしてこの学校の歴史が刻まれています。創立100周年というのが昭和48年なんですね。今ではね、静かなところになりますが、当時はね、ここに通う子どもたちがね、笑い、遊び、そしてね、一生懸命勉強していたところなのかなと思います。少し登ったところへ来てみたんですけども、すごいね、周りは高い山に囲まれていて、そして集落を見下ろす場所になっている、とてもね、気持ちのいいところですね。そして、裏側にはね、もう山の方へ続く道が続いています。こちらの道へ行くとね、一般のお宅があるのであんまり行けないですけども、ちょっと学校の裏側見てみましょうか。もう屋根なんか赤錆びちゃってね、もともと赤い屋根が、なおさら赤く見えますね。この辺りも豪雪地帯だと思うので、窓にはね、雪囲いの板がまだはめられています。本当にのどかな場所になりますね。この建物が建てられたのがいつなのかはちょっとわからないんですけども、かなりね、古いと思います。閉校になって55年経ったということは、もう子どもたちが通わなくなって55年の歳月が流れているということで、僕が生まれる前からもう学校ではなくなっていたということですね。でもね、こうしてこの校舎が未だにね、残っているということは、この学校を卒業、そして通っていた方にとってはね、何かこう思い出がまだね、形として残っているということで、この動画を見て、この学校へね、通っていたよっていう方は懐かしく、そしてホッとするっていう気持ちなのではないでしょうか。僕が通っていた小学校というのはもうね、僕が卒業してすぐ次の年ぐらいにはね、もう解体されて新しい鉄筋コンクリートの学校になってしまったので、僕の思い出の学び屋っていうのはもうね、
ないわけで、こうしてね、まあ、学校としてはね今は活用されてはいないですけども、校舎がねそのまま残っているっていうことは本当にこう思い出深いというか、そしてね、50年経った今こうしてこの映像で見れるということは、本当にねいいことなんじゃないかなと思います。それでは下郷町立奈良原小学校英富分校訪ねてみました。はい、それでは皆さん次の廃校、廃道廃村廃集落でお会いしましょう。さようなら。最後までご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。皆さんもね、思い出の場所なんかのねリクエストがあればねいただけると嬉しいです。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。